困ります。おはようございます、皆さん。始まっちゃった。おはようございます。ハレルヤ、アメン。ヒカルさん、ハレルヤ、アメン。今日はですね、アキオさんとリュウさんとお二人来てくださっています。アキオさん、リュウさん、おはようございます。おはようございおはようごまざいます。お元す。気ですか？はい。えー、き、はい。あきおさんお元気ですか？私はなんとか、はい。りゅうさんお元気ですか？ちょっと弱ってましたけど、少しは元気少に。し元気になりました。アはい。メン。おはようございおはようございます。ます。おはようございます。ごめん。私たちはね、元気じゃなくてもいいんですよ。元気じゃなくても、そして集まることによって元気になるみたいな。だから元気になるために集まるみたいな。ですからいいんです。今日はなんか逆になんか元気が出るためにみたいなお話をされたらどうでしょうかね。元気になるためにどうしたらいいかということで誰すでね。もへこんだり落ちたりする時あるじゃないですか。だからそういう時にじゃあクリスチャンはどうするのかみたいな話どうでしょうかね。そうですね。そうですね。それいいかもしれませんね。じゃあ元気になるための、あれですね。どうしたら元気になるのか。じゃあまず秋夫さんからお願いしますね。どうすれば元気になるんですか？まあ、どうすれば元気になりますかね。お祈りしてね、お祈りしてすぐ元気になる時もあるしね、しばらく放っとくとね、そのうち元気が来る時もありますしね。あとやっぱクリスチャンの兄弟姉妹と交わると、それが大きいですね。元気がもらえますね。それ大きいですね。それ大きいです。そうですね。ゆうさんはどうですか？どうすれば元気になりますか？ほっとけばって言われたんでしたっけ、今。そうですね、そうですね。ほっといてもいいんですか。いや、待っといてっていう感じですけいど、祈りして。いや、ちょっと、ちょっと言ったかもしれないです。すみません、間違えました。一応、お祈りはちゃんとして、自分の場合。でも、待っといたら。でも、リーフさんは、すごい可愛い、犬も飼ってらっしゃいますし、美しい日本の自然にも、なんて言うんでしょう、そういったものからもイエス様の励ましを受けることもあるんじゃないですか。そうですね、やっぱり外を歩いたりすると、なんか何かしらありますね。なんかほっとするとか、空の広さとか、待つっていうこともなんか大事なのかなって昨日は思いましたけどね。祈って待つっていうかね。もうがんじがらめになってる時は、あったんですけど、待つっていうのは大事なんですか？麻生さん。そうですね。ただ待つというよりも、やっぱり祈って待つとか、やっぱり求めて待つみたいな、神様から良いものが来るわけですね。ですから信仰というのは、やっぱりこう求めて与えられるという、そういう感覚でしょうかね。求めて与えられるという、もちろんね、なんか祈って祈ってあと待つっていうのはあるかもしれませんね。こう祈っててあとはもう待つみたいなね。すぐ叶えられなくても、きっと祈りの答えがもうすぐ来るんだみたいな。リバイバルなんてそんな感じじゃないですか。リバイバル、祈って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 、そしてああもうすぐ来るって、そういう感覚ですよね。祈ってさえおけば、その祈り続けても素晴らしいですし、祈っておけば、
何もしないでただ我慢して何か困難が過ぎ去るのを待つだけではなく、そこに祈りがあれば必ず結果が変わっていくので、うん、やっぱり祈ったりイエス様っていうお名前を呼んだり、うん、神に頼る姿勢を持っておけば大丈夫になるのではないかと思いますね。そうですね。信仰は忍耐ってよく言いますよね。忍耐で、その忍耐はただ我慢してるんじゃなくて、信仰を持ってる状態を信仰を持ってる状態で我慢するみたいな。だからその何もしないで待ってるんじゃなくて、信じ続けて待ってるみたいな、そういう感じじゃないですかね。要するに信仰をしっかりキープして、もうね、そのまだ答えがなくても、信じてるという、そういう感じが忍耐じゃないでしょうか。そうです ね。もうイエス様が必ず来るんだ、まだ来てない、イエス様はまだ再臨してない、だけどイエス様が必ず来るって信じ切って、うん、イエス様早く来てくださいみたいな、そうやってもうそれでしがみついてるみたいですね。その約束にしがみついてる、それが大事なんですね。普通に、ね、ただ我慢するっていうのと、はい、イエス様に信仰を持って耐え忍ぶっていうのは違ってくるので、はい、そうですね。ぜひね、これを聞いていらっしゃる方も、ただ我慢するのではなくて、イエス様のお名前を呼んだり、イエス様のお名前でお祈りして待ってみてほしいなと思います。多分信仰なしで我慢するっていうのは、イエス様以外のものが根拠で我慢してると思うんですね。なんかこう人間的な思いで我慢してると思うんです。もうちょっと我慢したらなんとかなるんじゃないかという、その根拠がイエス様以外だったらあまりいい忍耐ではないですよね。きついと思いますね、希望がやっぱりないじゃないですか、はい、どこか分からないのに我慢してるっていうのはきついと思いますので。そうですね、ただ時間だけがね経つのを我慢してるというよりも、イエス様に期待しながら我慢する、イエス様の約束を信じて我慢することに美しさがあるじゃないでしょうか。むしろそのうまくね、すぐ祈りが叶えられるよりも、祈りが叶えられることを待つところに信仰の美しさがあるんではないでしょうか。秋葉はとても美しいまではいかれないんですが、はい、見にくいかもしれないですけど、でも希望があるような気がするんです。神様に委ねたら、何も委ねなくて何も祈らなかったら、ただもう見にくいだけですね。よく英語ではアグリーって言いますけども、はいはい、まあアグリーな状態に、はい、ね、キューちゃんぐらいになったらね、その耐え忍ばれて美しいかもしれません。私がそうだと言ってるわけじゃなくて、まあ聖書によると神様が望んでる、ね、人間の姿、クリスチャンの姿っていうのは、そういう信仰で待ち望んでる姿を神様は美しいと思うと、御言葉でもそういうの多分あると思うんですが、神様はその信仰を見て喜んでるという、そういう感じ。でもキューちゃんは信仰の先輩なので、はい、自分もやっぱり見にくくならないようになりたいと思います。そうですね、その模範を見せないと、まあ、教えてる立場であれば、ね、当然責任があって自分がちゃんとしないと教える資格はないと思うんですね。ですからいつもキューちゃんは、はい、いろいろ相談したら大丈夫ですよって言うんですよ。何相談しても大丈夫ですよって、はい、それすごいなって思うんですね。やっぱり神様が宿っているから、はい、そういうなんだなって思いますね。そうなんです。私も自分でも言い聞かせますね。大丈夫大丈夫と、ね、イエス様が一緒にいるから大丈夫といつも言い聞かせますね。
口で告白することだからね、信仰とは口で告白することだから、はい、そうなんですね、言い聞かせるっていうのは、はい、有効ですね。そうなんですね、大丈夫と自分で自分に言い聞かせる必要があるんですね。それはまあ御言葉に基づいて、御言葉に基づいて大丈夫ということですね。あと御言葉を言ってみるだけでもちょっと違いますよね。そうですね、そうですね、なんか落ち込んだ時に、そう、私聞いた話によりますと、私はまだやってないんですけど、はい、落ち込んだ時にですね、詩編あるじゃないですか、聖書の、はい、詩編を大声で朗読すると、うん、何章か読んだ後には元気になっているって言った気持ちがいて、はい、でぜひ私も自分一人の時にね、うん、大きな声で見ようと思いますね。聖書朗読っていうのはそういうことだと思うんですね。聖書朗読、聖書を大きな声で朗読する、ね、うん、それだけで元気になる。特に詩編は、はい、人間の苦しみが赤裸々にぶつけられた部分が、主よ救ってくださいとか、うん、主よ、ね、なんでこのように私は苦しい思いに遭うのでしょうかって、そのダビデのね、辛かったね、心の叫びがそのままね、詩編になっていますから、自分たちの苦しさもその聖書の中で代弁してくれているようなね、それを読んだだけで、こう自分の苦しさがイエス様に届くようなね、なんかそういうものなんじゃないかなって思います。どうですかね、リーフさん。そうですね、ちょっと寝ぼけもあって、そうですね、詩編がなんかそういう役割になるというか、ね、なんか聞いたことあります。はい。詩編読まれますか？詩編はなんかね、毎日、はい、毎日読んでた時もあるし、あと詩編もいいんですけど、箴言も、31章だったっけまであったんでしたよね。それ、1日ね、1章ずつ読むとね、1ヶ月で回るからって言われて、はい、自分のね、知恵の足らないところをですね、箴言で補おうと思って読んでた時期とかもあって、で、詩編はその大声では朗読したことないんですけど、はい、普通に、まあ、よく朗読する箇所ではあります。ああ、そうですか。リフさんはいつも詩とはどんな部分が好きというか、よく読まれますでしょうかね。いや、あんまりその通読とかができできてないんですよね。というのと、なんか録音とか手紙とか、はい、ジャンル的な意味で聞きました。ジャンル、でもあんまり手紙的な、手紙系は読めてないんですよね。なんか実はどっちかっていうと手紙より福音書の方が好きかな。何かしら伝道部屋とかで触れてさせ聞かせてもらってるとは思うんですけど、リーさんはあんまり読んだ伝道部屋で聖句を貼ってくれてるんですね。で、いくつかジャンル分けがあって、何でしたっけ、なんか招き系とかね、招き系とか励まし系、教え系、ハット系とか、はい、教え系とか、教え系、うん、そういう御言葉を、ハット系って何？ハット系ってハットするという御言葉ですね。ハットって何ですか？ハットですね。日本語でハットですね。驚きの。ですね、ハットっていう英語だと帽子です。時代劇的に禁止されてる。ごハットのことですね。ごハット
ご法度じゃない。すみませんね。はい。で、そういう、伝道部屋の時に御言葉はいくつか貼ってくれるんですね。そういうバラバラな感じで、これいいんじゃないかなと思ったものを残しておいて、貯めたりしてるというので、まあ、もっともっと知りたいんですけど、あんまりまだ知らないところも多いと思いますね。でも、そのポイントの聖句っていうのがあって、その大事な聖句を、そのいくつかね、そのポイントとして深く学ぶことが大事だと私は思うんですね。聖書は厚いですけど、そのポイントは少ないんですね。そうですか。はい、聖書を一言で言えば、はい、自分のしてほしいことを他の人にしなさいとかね、その隣人を自分のように愛しなさいで、一言でもう聖書を全部を一言で言えるでしょ。または心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、あなたの主なる神を愛せよと、隣人を自分のように愛せよという二つでも言えるわけですね。神は愛なりだけでも、それだけでも言えるかもしれない。いいですよね、そういうポイント聖句。そう、ポイント、やっぱりそのポイントを深く理解することが大事だと思うんですね。ポイント聖句結構そんなに難しくないですよね、頭に入っていくようなね。はい、うん、レビ記とかそういうのに比べたらすごい難しくないんで。はい、そうなんです。大事なのはイエス様の本当にその大事な命令というか大事な教えをしっかりと理解することが私たちにとって必要だと思うんですね。まあ、放送タイトルいろいろ毎日違うんですけども、そういうポイントを強くね、こう教えたいというのがその伝道放送のやり方なんですね。いくつかね、テーマがあるみたいでね、伝道部屋の放送もね、はい、その人を許すテーマとか、あとは明日のことを思い煩わせない、ごめんなさい、明日のことを思い煩わないテーマとか、あとは神は愛とか、あと政治のこととか、世の中で今何が起きているか、霊的な意味でみたいな、なんかそういうテーマがいくつかあるような気がしますね。はいはい、うん、そしてそのポイントが分かってくると、私は元気になってくるんじゃないかなと思うんですね。うん、ポイントが分かってくると見えてくる、見えてきますね。うん、そんなに難しくないんですか。そうですね、深く理解することは確かにね、すぐにできなくて、やっぱり毎日の積み重ねではあるんですが、ただ受験勉強もポイントを勉強した方が受験勉強しやすいでしょ。ね、勉強するのにポイントよくね、そのポイントで勉強するってあるじゃないですか、受験勉強ね。うん、ポイントが分かるとスーッと分かるとか経験ないですか。私受験勉強ね、ポイントが分からなかったのでうまくいかなくて、はい、まあ、結局留学したわけなんですけどでもキューちゃんはね、メディカル系だったから大変だったと思うんですよね、勉強の方がね。そう、私も受験勉強大嫌いで、受験勉強しないで受験したんですね。あ、本当ですか。ですっごい勉強されたのだと思って。全然もう、受験勉強する前と決心して受験したんですけど、やっぱり落ちました。でもな、それする前って決心できるところがすごい。秋葉はね、怖くてね、その受験怖くてですね、やっぱ怖がりですか、はい、私。それで、もうとても勉強しないで行くわけにはいかないと。はい。けど勉強してるんだけど、これでいいのかなと、それで全然まとえなかったり、
全然ポイントが分かりませんで、まあ落ちましたね、いくつか。予備校、それで予備校に行って勉強したんですが、まあ、予備校の先生っていうのはどっちかというとポイントを教えてくれますよね、ポイントを、ね、そうなんですか、はい、さすがですよね、うん、じゃあやっぱりそういうのを通して神様はキューちゃんに聖書にもポイントがあるよと、そうですね、むやみにね、やっぱり聖書って大きいし広いし厚いじゃないですかね、うんうん、そしてイエス様がこの地上に来たのもポイントを教えるためだと思うんですね、旧約聖書はその、まあ、準備というか、ね、もちろん旧約聖書も神様の教えですけれども、イエス様はその完成というか本当のポイントというか、その十字架の福音についてのポイントを教えに来られたんですね。ですからイエス様の教えこそまさに真理のポイントだということですね。キューちゃん、それはいわゆるユダヤ人たちは、その祭祀とかは、難しい、トーラでした。すいません、はい、はい、そういうの全部こうバーって勉強したと思うんですけど、で、そういう獣医師のレビですか、たちの教えっていうのはそういったものだったけど、イエス様が来られて教えたことっていうのはもう全然違う、そういう人生のポイントとか信仰のポイントとか、そういう絞られた的を得たね教えだったんじゃないかなと思いますね。そうなんですね。イエス様の教えるポイントは非常に簡単というか、もう本当に誰でも分かるようなポイント、誰でもイエス様を信じれるようなポイント、本当に神様のポイントと言ったらいいでしょうかね。学者しか分からないような難しいことではなくて、その理解ができない誰でも、もう場合によっては本当に幼子や老人でさえ分かるようなポイントでイエス様は教えてくれてるんですね。ですからかえって逆にこの世の知者は福音の知恵が分からなくてイエス様を信じれないんですけど、むしろ無学なものがむしろ福音を理解できるように作られたポイントなんです。まあ、昔のそのユダヤの学者は律法を教えてたけれど、イエス様は福音を教えてくれたっていうことですかね。そうですね、イエス様はこの世の知者を恥ずかしめるようなポイントを教えてるんですね。この世の知者がわからないようなポイント、不思議ですよね。そうですね、はい、知識のあるものにはわからないが、ごめんなさい、もうダメだ今日。幼子は理解できるみたいな。そうそうそう、不思議でしょ、不思議な、はい、なんか昨日の聖書の学びの時間にそういったお話をされたような気がするのですが、知識は人を高ぶらせ、愛は人のとこを立てる、高める、ですから、ね、私たちはそのイエス様の言葉を学べるということはものすごく大事な、もう最高の幸せなんですね。最高の幸せです。もうイエス様の御言葉がもうダイヤモンドであり、ルビーであり、サファイアであり、エメラルドなんです。イエス様の御言葉はもうお金とはもう全然比べようもないほど素晴らしい価値のあるもの。アメン。私たちはその宝石の中で生きてるんですね。神様の宝石の中で生きてるんです。信仰は幼子でもって理解できるって今おっしゃったんですけど、なんか話によると2歳ぐらいでも、理解できるってな話ですよね。アメン。そうですね。
それすごいじゃ、すごいなと思って。すごいですね。よくね、お子さんが手を挙げてて、あのよくね、あのクリスマスとかの行事あるじゃないですか、教会で。はい、であ、親がね、子供を連れに来るんですよ、行楽気分でね。それでクリスマスの歌を聴かせてあげようみたいなね。それで子供がその招きの時に救われちゃって、で親はそのまま救われないで帰るっていうのはありますよね、よくね。はい、ちょっと残念ですけど、それだけ、はい、そうなんですか、そういうのありますよね、よくね。へえ。大人ってもちろんそういう知識も多いかもしれないけど、こう日常生活に追われてて、こうメッセージがなかなか届きづらい時があるじゃないですかね。でも子供はこう柔らかいですし、あの心も頭も柔らかいんで、あのそういうものがまた感性も豊かで、あの民の愛を伝わりやすいというか、あのなんてインターフェレンスがないって言いますかね、その干渉するものがないんじゃないですかね、民と自分の間に入るものが少ないっていうことですかね。はい、うん、イエス様の弟子もね、あの漁師とか修繕人とか、あのその律法をちゃんとこう学んだ人たちじゃなくて、あの律法を学んでない人たちが、あのイエス様の言葉を信じましたね、うん、漁師とかね、うん、はい、聖書を勉強していてもイエス様の言葉を理解できない人たくさんいるんですね。あのイエス様はよく商人の商いの例え話をされたり、うん、はい、漁師の魚を取る例え話をされたり、うん、いろいろなアプローチからいろいろな職業の人に、うん、語られてましたよね。わかりやすくね、わかりやすく、あの日常生活に関わることを通して例え話をして、誰でも分かりやすいように説明してくれてるんですね。クルーズさんが到着されたようですね。はい、ありクルーズさん、おはようございます。クルーズさん、おはようございます。あのもう一つのポイントは、あのイエス様の羊は、あの羊飼いの声を聞き分けるというありますよね。はい、ですからそのイエス様の言葉を聞いて反応する人と反応しない人がもともといるみたいな、イエス様の羊はイエス様の言葉に反応する、そういう側面がもあるんじゃないかな。羊飼いってなんか不思議なね、クリスチャンにとって羊とか羊飼いってすごく不思議な存在ですよね。あの普通に日本で暮らしてたら、あのあまり羊飼いとかいませんし、うん、あのその辺がすごくこう聖書初めてあの読んだ時は斬新だなって思ってましたね。うん、そうですね、まあ、イスラエルの人たちにとっては分かりやすい言葉ですね。うん、でもそれも元からそう聞き分ける、聞き分けないあの人がいるっていうのな、そういう意味なのか、それともクリスチャンになったその羊、人間がクリスチャンになったっていう意味で、羊はクリスチャンになるとイエス様の御言葉が余計聞き分けるっていうか、世の言葉じゃ、世の言葉、世の中の人の言葉じゃなくてイエス様の言葉を聞き分けるっていう風になるっていう意味ではないんですか？そこはね、難しいところなんですね。それ昨日あのありましたよね、祈り会で、うん、その愛のある、愛のないものに、あ、神は愛です、ちょっと待って、毎日貼ってる割には分かって、愛が分からないものは愛が分からないものは、神が見えない、あれもかなり話題になりましたよね。はい、
あれもそのもともと愛のある人とない人がいるっていうわけじゃなくて、神から触れられ、与えられた愛のある人っていう意味ではないかとヒカルさんが解釈されたんですが、そういう意味で羊は神の声を聞き分けるっていうのは同じように取れるんかなと今一瞬思ったんですけど、どうですかね。ちょっと深い私が思うのは、そのイエス様と話。その信じた方が羊飼いと羊の関係になって初めて神の声を神の声として認識できるのではないかと思うんです。荒野で叫ぶ声がするってイエス様が言われて、それは伝道者の声だと思うんですが、一旦イエス様を信じて救われて信仰生活に入った者は、もうその時点でイエス様はその人の羊飼いとなっているので、私はその時点からの話ではないかと考えますね。そうですね、両方の解釈がありますね。天地が作られる前からもう定められたっていうのもありますし、救われてから羊飼いの声が分かるようになるっていうことも言えますよね。昨日その第一ヨハネのどこだったかな、4章だったかな、そう、今見たところはい、4章16、4、4章16まで行ったかな。6、6かな、あ、その、4章5、6にこう書いてあるんですね。4章、彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。それで私たちはこれで真理の霊と偽りの霊と見分けます、と書いたんですね。神から出たものは神の言葉に耳を傾けるということですね。それがさっきから話してた話でした？まあ、これイエイスエス。様の羊がね、羊飼いの声を聞き分けるっていうのはそういうことなのとも言えますし。イエス様の言われた言葉もあるんですか？これと同じようなやつ。私の羊、私なんのか、羊は私のありま声をす。聞き分けるのいがあまるすかかな。ね。あ、そうですか。私は良い羊飼いです。じゃないそうそうか。そうそうそうですね。はい。良い羊飼いは羊のために命を捨てるっていうところに入ってた気がするんはい、だそうけですね。ど。あった。ヨハネの10の7。あれ？かな？そう。最初、強盗のことを入って、それから、待ってください。羊は命を捨てる。あれ？羊飼いの声のことは書いてないかも。27。あ、27そこに、そこにあった。に、あ、本当、本私の羊は私の声を聞き分けますって書いてえー、じゃあ、この羊の例え、すごい長いですよね。こんな長かったんですね。今私たちはめいめいって言ってイエス様の後についていくんですね。かわいいかもしれませんそう、ね。もうイエス様の言葉がする方に向くわけですね。リスナーの方々はイエス様の言葉のする放送にこう来て、今集まってるわけですね。めいめいって言ってですね、もうリスナーの方々はイエス様の言葉に従っていますね。もうこの世の言葉には関心がなく、この世のことに関心なくね、羊飼いの言葉に皆さんはこう、羊飼いの言葉、イエス様の言葉を聞いて集まってきてるんです。ですからこの放送は羊の牧場みたいなものですね。じゃ、7節から9節までのところをちょっと読んで、というかカメラで見せてああ、いいです よ。ここに集まられた方々に、イエス様が語りかけるような、
ちょっと明夫さん読んでくださいます。9節からですね、9節だけですね、ごめんなさい。じゃあ読んでください、はい、ちょっとフォーカスが、はい、私は門です。誰でも私を通っているなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。これがイエス様が、私という門を通って中に入って牧草を見つけなさいって羊一人一人に語られている言葉ですので、ぜひイエス様 の、 ゲートを通ってですね、イエス様の豊かな牧草に預かってほしいと思います。そうですね、まあ、その牧場が神の国で、その牧場に入るためには門を通らなきゃいけなくて、その門というのはイエス様の門で、イエスキリストを信じるというのがその門を通るということ で、その中に入ると水もあるし、牧草もあるし、安全だということですね。いわゆる逆に言えばもう門まで来ていますから、はい、そこを通るだけで、そうなんです、恵みに預かることができます。多くの人は門の前に立ち止まって、どうしようかな、入ろうかな、ちょっと危ないな、信じても大丈夫なのかな、ちょっと心配だなと思って入るのをためらっている人もたくさんいるんですけど、勇気を持って入った人は、あ、まあ素晴らしい世界、おいしい牧草もある、水もある、狼もいない、こんな素晴らしいとこはないと喜んでいるのがクリスチャンですね。そうですね、アメン、アメン。でもここに出たり入ったりっていうのがあるんですけど、これはい、そうです、出たり入ったりっていうのはどういうことなんですか？出たり入ったりは、でも出たり入ったりってクリスチャンになってもやっぱり迷うことあるから、まあそんなことに安らかに出入りしって書いてある。ああ、なんかごめんなさい、続きですね、ごめんなさい、どこでしたか？ヨハネ10の、すいません、ヨハネ10の9、1ヨハネ大、福音書、大福音書、はい、はい、その10章ですか？10章、はい、10章の7節から、福音主のじゃない、ごめんなさい、羊飼いの話が入ってるんですよ。で、読んだのが9節で、本当だ。で、その人は門を出入りして牧草、出入りってことは入る、出入りっていうのは一回入るってことじゃないんですか？出入りっていうのは出たり入ったりということですよね。だから一度入って出たくないんだけど、出入りってどういう意味なんでしょうね。出入りってエンターのことじゃないんですかね。ちょっと待ってください。私を取って入るなら救われます。また安らかに出入りしたら牧草を見つけますってありますね。いや、出入り入るってことじゃない。英語今ね、英語のね、辞書ね、この部屋にないものですから、今ちょっとねググっています。ジョン9節だとですね、で NIV があります。キングジェームズがあったか。 I am the gate、これですね。なんか、I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out. 出たり入ったりって書いてありますね。In and out ですね。In and out。In and go out and find pasture。なので、これはアキューちゃん、また謎が謎よ。アキューちゃんは面白いとこに目をつけました。インアンドアウト。さすがですね。インアンドアウトバーガーっていうハンバーガー屋さんがあるんですけどね、こっちで。インアンドアウトっていうハンバーガー屋さん？うん、それクリスチャンがやってるハンバーガー屋さんなの。もしかしてこっから撮ったんじゃないですか？インアンドアウト。わかりませんけど。はい。このイン&アウトっていうのが、そういい意味なのか悪い意味なのかね、なんかどうなんでしょうね。
思議ですね。うん、インアウト。でもゲートから出たら危なくないですかね、まあ、せっかく取ったのに。そうですね、あの結局あのちょっとそれはあのその当時の羊飼いの様子を見ないと分かんないけど、当然あの1日1回出たり入ったりして、うん、なんかあのあれですよね、こう羊っていうのは移動するじゃないですかね、朝檻から出てってどっか行ってまた戻ってくるみたいなね、そういうのを出かけてくれ、なんかそれなんかあのあれじゃないですか、あの遊園地にあの入ってハンコをしてもらって、それであの遊園地の外でお弁当食べてからまた戻るみたいな、 あの教会から出て1週間過ごしてまた教会に戻ってくるとかね、うん、日曜日教会に戻ってくる。住んじゃってた時代は良かったんですけどね、うん、日曜日が檻の中に入って、そしてあの御言葉という牧草を食べて、そしてまた1週間外に出ていくとかね、そういうどうでしょうかね、うん、檻じゃなくて柵でしたね、ごめんなさい、檻じゃ、神の国は、ね、っていうかゲートじゃ、檻じゃなくて柵でした、ごめんなさい、もう檻というと羊はちょっと檻は入らない、柵でしたね、柵、あの何でしたっけ、草食系ですか。あ、羊は草食系ですよ、もちろんね、あの肉食じゃないんで、はい、ですからあの羊がおとなしいじゃないですか、ね、だからクリスチャンはおとなしくなるという。で、未信者がヤギで、ヤギっていうのは怒りっぽくて角でつつくんですね、あのすぐにこうお尻をつつくわけですよ、もうヤギはね、で怖い怖いんで痛いんですね、トゲトゲしてるんですね。私はヤギ、私はヤギだって。あの羊はあのこう毛があって柔らかいじゃないですか、ね、とてもこう当たりが柔らかい。あ、柔らかくないです。そうですか。じゃあ羊触ったけどカチカチ で、 そうですか。もう剛毛でなんかねもう毛が硬いんですよ。そうですか。あのふさふさに見えるんですけど、はい、実際の羊触るとねびっくりしますけどね。硬いんですか。硬いんですよ。それをで洗ってプロセッシングすると柔らかい間になるんです。ああ実際の羊はちょっと硬いわけですね。だいぶ、はい、あのクリスマスに羊を呼んでくれて、はい、あのクリスマス劇の時に、はい、あの羊飼いが羊を連れてきてあの舞台に上がったんですけど、硬くてびっくり。あ、そのその毛の中が柔らかくないですか。あのねやっぱりその実際にこうまだ生きてて普通の状態にいる羊は毛が硬いんで、それ飼ってからあの洗ったりいろんな段階を経てあの状態になると思うので、あのでも一部をその一生懸命洗ったら柔らかくなると思うんですけど、表面がやっぱり硬くなってるって言いますか、こう外で住んでるので。あ、でも猫とか犬は柔らかいんですけどね、毛がね。でもヤギはあの 骨がゴツゴツしてまさにこう硬い感じですけど、羊はねあのぶつかっても痛くないじゃないですか。羊は丸い印象がありますよね、あのこう弾けるような。それはクリスチャンは優しくなりましょう、あの柔和になりましょうっていうことの教えでもあるんじゃないかなと思うんですね。人をつついちゃいけませんね、あのもうあの怒ってはいけません、柔和になりましょうという神様 の、 あの教えでもあるんじゃないでしょうか。そしてなんかいつか、はい、はい、そうすいません、群れになって一緒に群れ、あの群れていなさいということじゃないでしょうか。そしてイエス様のあの羊飼いのそばにいつもいなさいみたいな、羊飼いから離れてはいけませんという意味もあるかもしれませんね。でも門を出たり入ったりするんですけど
インネンドアウト事件はちょっと私引っかかりますね。あでもね、あの日本語の方だと安らかに出入りって書いてあるので、安らかにっていうことは、まあ、自由にっていう感じなので。でも英語だと派手ですよね。うん、まあ、言語だと どっちなのかちょっと調べてみないと分かんないですけど。イエス様のもう出たり入ったりってなんか信じたり信じなかったり、そういうそういうニュアンスだとちょっとなんとなくあまり嬉しくないですね。あの実は私が今見てるページに、はい、NIB とか、はい、リビングバイブルとかイングリッシュスタンダードとか、あの全部の、訳が全部にイン&アウトって書いてある。あみんなイン&アウトって書いてある、はい、普通に。だから英語ではもう一様にイン&アウトっていうなってますね。まあ、そのね、信じる信じないのイン&アウトじゃなくて、その一度入ればもうそれで救われててね。で、あとは何かこう、なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、この世と神の国の中で、まあ、自由にこう生きられるという、そういう感じじゃないかな。あの今そっちにリンクを送りますね。あ、はい。これでいろんな、みんなイン&アウトって書いて、悲しいぐらいです、はい、あはい、これ多分日本の国旗を押せば日本語も出るの。あイン&アウト、はい、シャルゴーイン&アウトアンドファインドパスチャー。でもその後に、はい、アンドファインドパスチャーってあるので、そのファインドパスチャーが目的ですよね。牧草を食べるってこと、うん、あとはキューちゃん私今日ダメだ、一日気になるよこれ引っかかっちゃう、まあ、でも、まあ、どっちにしてもですね、あの良い牧草地を見つけるということで、だからクリスチャンも本当にあのその良い牧草を見つけて、あの素晴らしいところを見つけるという意味で、ですからとにかくイエス様の門を通ってイエス様を信じて初めて素晴らしい草をあの見つけることができます。それはやっぱりこの油注ぎのあるその、まあ、御言葉が牧草と言ってもいいかな。イエス様の御言葉が最高の美味しい牧草ということで、皆さんはまさに今食べていますね。美味しい最高の美味しい牧草を今食べていますよ。めいめいと言って食べてます。引っかかると進めない牧草もありますそれはあのそういうのを持って聖書の学び会に行かないとそれまで食べられないのとかあります。あのその時理解できる御言葉もありますし、あの結構長い時間かけてだんだん分かってくる御言葉もあるので、あの、まあ、分かんなければ分かんないで神様に教えてくださいって祈ってね、ちょっと時間経っててもいいと思うんですよ。そういうちょっと本当に硬い食べ物もあって、すぐに理解できないこともたくさんありますから、まあ、あまり無理やり解釈しないで、あの時間を置いてまた挑戦するといいと思いますね。あ、もう時間来ちゃいました。あ、はい、デボーションブック読みますね。はい、19日、あなたが味わった思いをすべて私のもとに持ってきてごらん。あなたが感じなくなかったものも全部、恐れと不安はいまだにあなたを苦しめている。感情それ自体は罪ではないが、罪を誘うものになりうる。炎を上げて燃える不安の矢が、昼となく夜となくあなたに放たれる。邪悪なものからのこれらの攻撃は、
容赦なくあなたを襲う、うん、あなたの信仰を盾として用いてそれらの火の矢を消しなさい。あなたの感情に関係なく私への信頼を確認しなさい。それを貫けばあなたの感情もついにあなたの信仰と一致するようになるだろう。あなたの不安を隠したり感じないふりをするのはやめなさい。あなたが心の奥底に隠した不安は恐れの中の恐れを生み出す。昔話に出てくる怪物のように恐ろしい取り替えっ子だ。あなたの心配事を私の控えの中に持ってきなさい。そこでなら二人で一緒に対処できる。私を信頼することに集中しなさい。そうすれば不安は次第にあなたの心の中で足場を失っていく。アメン。恐れと不安が私たちを苦しめているということですね。はい。その恐れと不安をイエス様のところに持っていくということですね。どうだろう。なんか冒頭で今日始まるときなんか未信者の方はまあいずれいいことがあるさとか言って辛いときね何かに期待するんですよね、イエス様以外のものに、というのを思い出しただけです。そう、イエス様以外のものに期待することは、はい、あるんですね。じゃあお祈りしましょう。じゃあ秋代さん、リュウさん、私でお祈りしてもいいですか。はい、お願いします。はい、じゃあお祈りします。神様ありがとうございます。今日もこのように蒼天祈祷会に、集うことができましてありがとうございます。今日イエス様が門であるっていうところ、そして、イエス様羊飼いであるっていうところが語られました。その他にどのようにしたらクリスチャンは、落ち込んだ時に元気になりますかということも語られました。そして今日のディボーショナルの言葉は、不安や恐れについてでした。イエス様、これらのことが今日紐解かれました。これを聞いた一人一人の心に聖霊様が語ってください。そして一人一人ここの放送を聞いている方々は、今牧場の門の前まで集まってきた、そういう状態であるということが今日、麻生牧師を通して語られました。どうぞ、この声を聞いた方、イエス様の声を聞いた方、私は門であるという声を聞いた方が躊躇することなくその門の中に入ることができるよう、聖霊様が迷いを取り除いてください。恐れを打ち消してください。そして迷わず中に入ってイエス様の牧草に、イエス様の救いに預かることができますように、イエス様どうぞ呼びかけてください。うん、また荒野で声がするという聖書の箇所も、本当に思い出しております。今、皆さんの心は荒野かもしれない、これを聞いてらっしゃる方は荒野を取ってるかもしれません。荒野で、声がする、イエス様が、悔い改めよというヨハネの声でしたが、イエス様が同時に私のところに来なさいと呼んでいる、その声を聞くことができて、イエス様ここにいます、イエス様助けてください、イエス様救ってくださいということができますように、苦しい時や落ち込んでいる時には、その時が過ぎ去るまでただ、我慢して待つのではなくて、イエス様助けてくださいと言ってから待つことができるように、神様救いが、全部の鍵です。救いに預かることがあって初めて信仰に預かり、また本当の救い、それから希望を持つことができます。そして落ち込んだ時や難しいことに直面した時に
そこでやっぱり違いが、救われているものと救われ、救いを持ってないものが、やっぱり我慢するだけなのか、それともイエス様に希望をもらうのか、本当に分かれ道だと思います。どうぞ今この門の前で立っている方々はその分かれ道に直面しています。イエス様どうぞ門の中に入って、イエス様の救い、イエス様の希望に預かることができるよう、今日一日イエス様が呼びかけてください。また明日も明後日も、その人の心にイエス様の言葉が届くまで、呼びかけが届くまで、一人一人の羊の名前をイエス様は呼んでください。イエス様どうぞお願いします。どうぞ今何をしているかわからない方がいます。何をタイプしているかもわからない方もいらっしゃいますか。どうぞその方々の魂にイエス様が呼びかけて、救いが届きますように、祝福が満ちますように、今日の一日が今までと違う一日となりますように、イエス様働きかけてください。救いの御業を見せてください。イエス様どうぞお願いします。私たちを羊として、またイエス様は羊飼いとなってくださっていることを本当にありがとうございます。イエス様は、神であり、そして王の王であり、また良い羊飼いであります。その不思議を今日も学ぶことができまして、イエス様感謝します。この祈りをイエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。アーメン。天のお父様、今日は、迷っていましたけど、またここに集うことができてありがとうございます。いろいろ御言葉を出して聞きましたが、門を通って入る者は救われるという、また安らかな牧草地を用意してくださっているイエス様です。安らかな牧草がそこにはイエス様っていう門を通って入れば見つかって、安心した平安のある穏やかな地で、怖いものから守られて、もう、必要なものが揃っています。そういう場所を与えてくださるイエス様だということを今日またなんか感じることができてありがとうございます。そういう牧草地、豊かな牧草地を、信じる者に、その門を通って入る者に与えてくださって用意してくださっている神様を感謝します。それを神様をどうか見上げて歩んでいけるように助けてください。今ちょっと試練の中ですけど導いてください。感謝します。イエス様の皆でお祈りします。アメン。アメン。天の父様、感謝します。今私たちはイエス様の門を通って牧草地の中に入ることができました。おいしい牧草、それはあなたの御言葉です。そしてきれいな、きれいな水、それは命の水です。以前はもう砂漠のような荒野の中で飢えて苦しんでいましたけども、今霊的な植え掛けが満たされています。あなたの御言葉を食べ、また油注ぎを受けて命が注がれています。私たちは今、羊飼いのそばにいます。イエス様のそばにいます。そしてリスナーの方々も一緒に、そのイエス様の門を通って、イエス様の素晴らしい牧草地の中で行っています。主を感謝します。オアシスです。そして、美しい場所です。楽しい場所です。この世は荒野、この世は砂漠ですが、神の国はオアシスです。神の国は、牧草地です。多くの人が免れています。多くの人が羊の門を通ることができます。どうぞリスナーの方々も一緒に、イエス様の門を通って牧草地で歩むことができますように。そしてそれは本当に、私たちの、その戦い苦しみから守られることです。
サタンが火矢を私たちに向かって撃っていますが、信仰の大盾でそれを止めることができます。多くの人は火矢が刺さっていて苦しんでいます。しかしそのイエス様がその私たちに刺さっている火矢を抜いてくださり、油を塗ってくださり、癒してくれます。どうぞリスナーの方々の火矢を抜いてください。リスナーの方々の苦しみ、不安を取ってください。恐れを取ってください。イエス様が癒してくれます。イエス様が守ってくれます。イエス様が安全なところに、連れてってくれます。どうぞリスナーの方からイエス様を信じて、イエス様の素晴らしい牧草地の中で歩むことができますように、狼から遠のけてください。この世は狼だらけです。この世は狼だらけです。ヤギのように、つついてきます。ヤギのように襲ってきます。狼が噛みついてきます。どうぞイエス様、リスナーの方々を安全なところに連れてってください。あなたのそばに引き寄せてください。そして、傷を癒してください。傷を癒してください。狼が食いちぎった傷を癒してください。ヤギがつついた傷を癒してください。イエス様、リスナーの方を癒して、元気を与えてください。命の水を飲ませてください。きれいな牧草を食べさせてください。イエス様、私たちはあなたの羊です。あなたの羊です。イエス様こそ永遠の羊飼いです。どうぞ私たちを養ってください。私たちを養ってください。あなたから離れることがないように、あなたから迷い出ることがないように、あなたが引き寄せてください。杖と鞭で引き寄せてください。イエス様、あなたと共にいたいのです。あなたと共にいたいのです。多くの人たちが弱っている羊、迷っている羊です。イエス様、どうぞ一匹の羊でもあなたは探しに出かけられます。たくさんの羊が、日本のたくさんの羊が、弱っています。彼らを、救ってください。彼らを救ってください。日本の羊たちを救ってください。世界の羊たちを救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。ヒカルさん、アメン。皆さん、牧草を食べましたか？はい。水を飲みましたか？今日は元気で一日を過ごせますね。そうですね。では時間来てしまいました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は夜9時からあります。明日土曜日は朝、7時もあります、はい、来週の金土は夜の6時から、お祭り太鼓外配信をする予定です。では皆さん、素晴らしい、イエス様と共に歩む素晴らしい一日を過ごしてください。喜びと感謝に満ちた一日を過ごしましょう。アメン。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローン。シャローン。